はいみなさんこんにちは新研、えー、ゼミ中学講座の浅野と申します、えー、今回は神奈川県南関公立高校社会科学力検査の高得点対策についてお話をしたいと思います、えー、皆さんよろしくお願いします、えー、まずはじめに令和2年度の大問構成について見ていきたいと思います、えー、ご覧の通りですね、えー、地理、えー、歴史公民と 社会科には3つの分野がありますが、大変バランスよく出題がされています。で、まあ、こういったいろんな分野を融合したね、関連づけたそういう問題もありまして、さまざ、あ、まな知識を活用しながら問題を解いていくということが求められています。今回はまず初めに、世界地理の問題。これ実は 今回の問題の一番初めの問題ね、入試問題のもう第1問目ということをちょっと見ていきたいと思います。なぜかというと、意外と正答率が低いんですね。下の方にありますが 27.、27.1%、3割を切ってる問題になります。はい、で、えっと、先にちょっとこのことをお話ししておきたいんですけれども、攻略の鍵ということで、 学習事項をただ覚えるだけではなく、演習などを通して活用、試行することで理解を深めておくということが重要になってきます。そして、何よりですね、問題文や地図中に示されたものにも注目をするということが重要になってきます。具体的に言いますね、一つ戻ります。問題をちょっと見ていきましょう。次の略地図は、下に略地図がありますね。 えー、地図の中心からの距離と方位が正しく表されたものであり、えー、こういうところとっても大事なんですね、えー、読み飛ばさないように、ねえー、してほしいですねででですから一番外側にある位線が「難易6 0度っていうね、えー、ことがわかりますで位線は 北極点から、桂線は本書45線から、それぞれ等間隔に引いたものであると。えーまあ、こういう問題なんですね。で、先ほどのお話、ね、問題文や地図中に示されたものにも注目をする、えー、とても重要です。さあ、具体的な問題ですけれども、この問題は、「A と「い」の穴埋めの問題で記号選択です。 でえー、初めに「あ」の方ですけれども、えー、この略地図は、P で示した地点から見た、Q で、えー、示した地点の方位を正しく表しているか、いないかっていうね、えー、そういう問題なんです、えー。ですけれども、先ほど問題文の中にありましたね、中心からの距離と方位が正しい地図ですよ、まあ、中心はこれ、北極点と。 いうことになりますけれども、えー、今見ているのはこの P、えー、これは北極点ではありません。ですから、P から見た Q の方位、ねえー、これは正しいとは言えませんよということですね。だから先ほどあった、えー、あのたった一文、ねえー、あれを読み飛ばしてしまうと、この問題は解けません、えー。そしてもう一個ありますね。えー「い」の方の穴埋めをすると、こういう問題です。えー、こちらはですね、 えー、A から C の移線のうち実際の距離全周、えー、が最も長いのはどれですかで、まあ、選択肢を見ると A か B か C かと、ね、選んでいくというそういう問題になりますえー、まあ分かると思いますけど地球上において、まあ、実際の距離が一番長くなるのはこれは赤道であります。ね、で、まあ、要は、えー、赤道の位置を聞いていると、ね、そういう問題です。 でえー、基本的には皆さん世界地図は大体を頭に入れていただいてで特に赤道の位置、ねえー、これは大陸ごとに、えー、いくつかね、えー、チェックをしていくといいと思います、えー、例えば今この地図の中でアフリカ大陸の中で青い丸をつけてある場所、えー、こういうところを覚えておくといいんですね、えー、ですからアフリカ大陸の、えー、西側の海岸線がキューッとこう曲がるところね えー、この辺りが赤道が通過する位置になります。ね、だからこのことを覚えておけばまあ B というふうにわかるわけです。で、ただ、えー、もしかしたらうんちょっと忘れちゃったなとかね、えー、うろ覚えでなんか判断つかないなということもあるかもしれませんね。えー、実は、えー、問題は他にも解き方があるのです。ね、えー、まあ右の方に解説を載せてありますけれども。 えー、北極点から赤道までは当然90度ですね。で、えー、この問題こ,のここで使っている略地図は難易60度まで乗ってると、ね、いうことですから赤道から難易60度までは、まあ、これ当然60度ですね。で、えー、この略地図の中にある位線は全部で5本。ということは、えー、60と90を足して150。 ね、150度を5本の位線で分けて、これ等間隔って言ってますからね、問題でね。そうすると150、150÷5 で、えー、1つの間隔は30度。ということは、赤道の位置を見つけるためには、北極点から出発して、30度は ×3 で90度になるわけですから、えー、3本目の位線を探していくと、1、2の3本目は B と、ねまあ、こんな風に考えていただいても結構です。えー とにかく問題の中にたくさん、えー、ヒントもあるしいろんな条件もありますので、えー、問題を、ね、こうさ,さらっとすっと読み飛ばさないように、えー、注意をしてください、はい、では、えー、2問目の問題です、えー、2問目は歴史公民の融合問題ということになります、えー、テーマとしてはニューヨークと世界のつながりについて、えー、20世紀前半 ウォール街の証券取引所で株価が暴落したことで強行が始まりました。ねえー、強行っていう言葉、皆さん知ってますかね、えー。次のグラフは、その前後の時期のアメリカ合衆国における失業率の推移を示したものですと、ねえー。大事ですね、これね。このグラフが何を示しているのかということがあります。はい、では、えー、実際の問題ですね、えー、見ていきたいと思いますが。 問題は2つありますで、えーまあ、カードとそれから説明文があるわけですがカードの中に書かれているのはアメリカ合衆国ではテネシー川流域開発公社が作られこの校舎の事業によって多くのダムが建設されました校舎とは国家が出資して作られた法人のことですとありますで説明文ですここから問題ですね 今、カードで私が読み上げた、カードで説明された授業は、公共授業であり、絵、効果を持っています。えー、この絵に当てはまる語句を、雇用というね、語を用いて、4字以上、8時以内で書きなさい。っていう問題です。えー、まあ、基本的な言葉をちゃんと理解しているかどうかっていうね、こういうことになりますけれども、先ほどのグラフありましたね。 であれ何のグラフでしたっけ、えー、アメリカ合衆国における失業率の推移、ねえー、失業率がこうなんか高いとか低いとか上がってるとか下がってるっていうね、えー、それを示しているわけですで公共事業というのは、えーまあ、国家が出資して作った、えー、法人公社、まあ、ね公社、えー、を作って、えー、要は失業者を減らすためにも行われます何、ねえー、で失業,失業者がね、えー、増えてきたか っていうと、失業者が増えるということは、つまり、仕事がない。仕事がないから、仕事を作り出す。こういう意味合いがあります。よって、絵のところには、一つのこれ、政党の例ですけども、雇用を生み出すっていうね、言葉を入れれば OK ということになります。このようにですね、ただ単に単語だけをね、覚えるっていうね、ことだけではなくて、 なぜそのことが行われたのかっていう背景とか影響を理解してほしいというふうに思います。さあ、2つ目の問題ですけれども、問題が下の方にありますね。で、今度はですね、「お」の中に当てはまる時期を、グラフの A、B、C、D、4つの中から選びましょうと、こういう問題であります。 えー、おのところですね、もう一回確認をしてみると、えー、この事業、まあ、だから公共事業ですね、えー、は、グラフ中のどの時期、どの時期に公共事業が行われたのか、ねえー、これを聞いています。で先ほど、教皇という言葉がありました。えー、教皇といえば、皆さん、歴史で学習した世界教皇、ねえー、まあ世界教皇が1929年に起こりました。 まあこのことを知っていれば、えー、世界恐慌が起こったところのそのあと、ねえー、これがその公共事業と、えーまあ、これニューディール政策と、ね、いうふうに呼んでいますけれどもわ、えー、かります。で、えー、もう一つはグラフをちゃんと読み取っていくってことですね。えー、つまり、えー、これまで同じぐらいだった失業率がある地点から急激に上がります。ね、ということはその上が,る上がるタイミング、えー、その直前には 何か大きな出来事が起こった、ね、これが世界恐慌ですね、というふうに判断をしていく、えそして、えー、ぐーっと上がってきた失業率が、えー、なだらかにこう、ね、下がっていく、つまり何かの政策によって成果が出ていると、ねえー、いうふうに考えると、まあ、これは何かの政策、つまりニューディール政策を打ったから、えー、失業率は低下してきたあ、やっぱり C だねっていう確認ができると思います。 このようにですね、単語をね、あの言葉をただ単に世界恐慌とかニューディール政策っていうのをこうバラバラに覚えていくいうことではなくて、一つの流れとしてね、皆さんには理解してほしいと思います。難関語対策学習のポイントです。まず一つ目、基礎的な知識は確実に覚えましょう。特に様々な用語は意味を理解して、 意味の分かんないことをただ丸暗記してもしょうがないので意味を理解してで可能であればなるべく漢字で書いて覚えましょうこれは別にですねあの全部の問題が漢字で書きなさいとかそういうことではなくて漢字には意味がありますから、ね、漢字で覚えた方が覚えやすいということがありますそして今の世界恐慌ニューデリュー政策にあったように理由とか背景ですね えー、なんでこういうう政策を打ったんだろういや、えー、失業者がすごい増えたからだ失業者はどうして増えたんだろう世界恐慌っていうね、えーまあ、理由とか背景を理解しながら覚えてほしいというふうに思います、えー、それから今回は直接扱わなかったですが、えー、地名って出てきますよね社会科でねでこの実は地名が出てくるのは地理だけではないんですね、えー、歴史のの中中ででももあるいは公民分野の中でも 地名、ってて出きます地名国名、都道府県名、出てきたら、地図上の位置はどこなんだろうと、ね、地図上などを使ってチェックしておく、あここだなっていう、ね、でこういうところは、入試問題で、この下に、ね、地図の例がありますけども、非常に狙われやすいところになります。この今、右下に出ているのは、親権ゼミの入試によく出る基礎の教材の一部になります。 えーまあ、例えばまあこういった日米修好通商条約のように、まあ、こう地名がね港の名前とかが出てくるとかね歴史でもこうやって出てくるわけです、ねえー、ぜひ地名のチェックということも忘れずにお願いしたいと思います、えー、そして、えー、先ほどありましたけども、えー、歴史上の出来事というのは背景とか影響とかねいうことがとても重要になってきます、えー、入試によく出る基礎の中では、えー、こういったですね ある出来事のとかある、まあ、例えば戦争とかね、いうことのまあ背景、ね、なぜ起こったんだろうと、でその後どういう影響が、ね、起こったんだろうというようなことをまとめてあります。ぜひ、入試によく出る基礎、しっかり活用して覚えていきましょう。それから、クラスベネッセにおいても、難関校突破プログラムというのをご用意しております。教室でで受講ができる こういう形になっておりますので、ぜひ下の方に、えー、無料体験のお予約のお電話、ね、フリーダイヤル書いてありますので、えー、気になる人はチェックしてみてください。はい、そして、えー、オンライン進路講座、えー、これまで何回か進めてまいりましたが、8月の会が決定いたしました、えー、8月の神奈川は8月30日、ねえー、神奈川県版ということで、えー、皆さんにまたお届けしたいと思っております。 2学期の学習戦略についてお話をしますので、皆さん、ぜひ8月30日、ご参加いただければというふうに思います、はい、では、社会科、学校の勉強も含めて、受験に向けて、皆さん、しっかり頑張っていきましょう。